続いては視聴者からの疑問を調査する HBC モンスケ調査隊です。今週は感染拡大を受け緊急のアンケート調査をしています。テーマはこちらです。感染の拡大を食い止めたい北海道ですが、外出の自粛要請はありません。悩ましい週末を迎えますが、皆さんは外出しますか？1日の感染者発表が最多を更新した昨日、札幌の羊ヶ丘展望台は予想外のにぎわいを見せていました。ちょっと今コロナのこともありましたので、はい、ちょっと密を下げてというところで平日に来ました。ここ最近北海道結構多かったので来るのはちょっと不安だったんですけど、まああんまり横浜とかと変わらないかなというところが、はい、正直な感想です。あんま人混みのとこ行かないで、あとアルコールとか除菌シートとか持って、もう感染対策はすごい万全にしているつもりです。キャンセルできるんやったらしようかって言ってたんですけど、なんか GoTo の絡みで逆にもうなんかキャンセルめんどくさくて全部するのが、うん、羊ヶ丘展望台は道の警戒ステージが3になり、団体旅行が10件ほどキャンセルされました。その一方で個人旅行の客足は変わらず、週末もにぎわうと見込んでいます。例年だとこう11月の週末って天気が良ければ1日1000人くらいのお客さん入るんですけど、おそらく天気良ければ同じくらい来るのかなと。函館の朝市は半分以下に落ち込んでいた売り上げが GoTo トラベルで7割ほどに回復したといいます。で、ごつやってお客さんこうして見えてきてくれてすっごい助かってたんですよ。ちょっとは減ったかなっていうところありますけども、やはり曜日によってはお客さんの入れ替えがあるもんですから。函館は感染者が出てから飲食店の予約キャンセルが出ていて、朝市はこの週末の人出に影響が出ると見ています。朝市だけでなくてもやっぱり計画してるお客さんがですね、やっぱり見合わせかなって、うん、思う方も当然だと思いますね。少しずつもね、やっぱり減るっていうのは、頭に入れて考えておかなきゃいけないかなと思ってますけどね。感染が拡大する中で、にぎわいを見せた平日の観光地。この週末、道民はどう過ごせばよいのでしょうか。さらなる感染拡大を食い止めたい北海道、明日からの週末をどう過ごすのか道行く人に聞きました。予定はないです。家にいる予定ですね。土日はアルバイトが入ってます。体温を出かける前に測ったりとか、あとアルコールちっちゃいやつを持ち歩いたりして、こまめに消毒するようにしてます。いや特にないですね。家で過ごそうかなと思ってました。ここ何ヶ月間でそういうなんか生活スタイルがに変わったなっていうのは、あんまり出かけなくなりました。週末も仕事飲食店なので、はい、行きたくはないですけどね。まあ、感染者数だけ報じられてるから、みんなそれに煽られてただ来ないんですよ、すすきのに。毎日毎日不安がどんどん大きくなっていって、どうなるのかなっていう。家で過ごす週末が定着したという人の一方で、週末に出勤する人も悩ましい週末を迎えます。今日も事前にアンケートを行い、この週末外出しますかお聞きしました。結果はこちらです。外出するが 33%、 控えるが 67% となりました。